皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。今回は知的財産全体編の特許などを使って資金を最大限に獲得するということですね。以前知的財産の生かし方という動画で特許といった知的財産権を取得することによって資金調達をしやすくするということをご説明したんですけども、ただですね、僕の方で最近このことがより重要だなというふうに感じてきましたので、ここでですね、改めてご説明しまして、さらにより詳しくですねお伝えしたいと思います。で、その特許といった知的財産権とお金がですね、どう結びつくかというところをですね、お聞きいただきたいので、ぜひ今回の動画もご覧いただければと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは内容を見ていきたいと思います。こちらにですね、資金を獲得する手段ということで4つの手段をまとめています。で、これらがですね、その特許といった知的財産権と結びつくことでどのようにですね、変わっていくかということをご説明していきたいと思います。で、まず一つ目なんですが、こちら、銀行融資ですね。これはですね、その資金を獲得する、調達する上で一番メジャーとも言える方法かと思います。で、融資ということなので、銀行からですね、その事業に必要なお金を借りて、で、毎月、返済していくという形になります。で、この銀行融資なんですけども、その融資を受けるにあたって、事業計画書を書いたり、あと担当者と面談したりするんですね。で、その時にですね、ほぼ確実に聞かれることが、知的財産権、その特許といったものを持っているかどうかですね。で、これを聞いてくるということは、当然銀行側もその特許といったものが重要だという認識なんですね。なので、特許を持っていることで、他者との差別化を図れるとか、あと経営をちゃんとやっているというような印象を与えることができるので、当然ですね、その融資の成功率ですとか、融資可能額を高めるということにつながります。なので、特許ですね、費用がだいたい60万円から80万円前後なので、で、融資がだいたい数百万円から数千万円、多い時は多く1億以上の額にもなりますので、それぐらいのお金を引っ張ればですね、特許を取った意味がしっかり出てくるということになります。で、僕自身もですね、日本政策金融公庫というところから、お金を借りたことがありますけども、やはりその時も特許の部分は、聞かれました。で、当然他の銀行もですね、やはりその特許を持っているかどうかっていうのは、重視するということを聞いています。で、二つ目なんですけども、これはですね、助成金、補助金となります。で、これ、僕が今実は一番注目しているものなんですけども、まずこの助成金というのはですね、厚生労働省が出すお金ですね。で、一方で補助金というのは、経済産業省が出すお金になっています。で、これはですね、その銀行融資と違って、返さなくていいお金となっています。つまり、もらえるお金ということになっています。ただですね、当然、その、申請すれば誰でもお金を必ずもらえるかというと、そうではなくてですね、やはり審査というものが入ります。で、当然、決算書を出して、事業内容、財務状況とか、そういったものを見られたりですとか、あと事業計画ですね、これも見られます。なので、そういったことを総合的に判断して、それで助成金、補助金を採択するかどうかを決めるということになります。で、当然ですね、この時も、その特許といった知的財産権を持っていると、評価が上がりますので、採択率が上がってくるということになります。ちなみにですね、この補助金、助成金は、どのような種類があるかというとですね、数で言うと、ものすごくたくさんあります。何百か何千かわかんないんですけども、あと、都道府県によっても内容とか金額が変わってくるということになります。東京都はですね、一般的にすごい種類が多くて、かつ、金額も大きいですね。で、その東京都であったですね、その助成金、補助金、どういったものがあったのというと、具体例をですね、ここで3つ挙げているんですけども、まず1つ目は、ものづくり補助金というものですね。で、これ文字通り、ものづくりを行う会社に対して、その、かかる経費、ですね。その一部を負担すると。で、その負担の額がですね、かかった経費の3分の2ですね。結構多いです。で、かつ、その、
限度額が、まあ、1000万円です。で、1000万円というと、まあ、かなり大きい額かなというふうに思います。で、他にはですね、創業助成事業というものもありまして、で、これは、これから起業する人、まあ、あるいは、起業して間もないような会社にですね、人件費とか、あと、賃料ですとか、あと、広告費とか、そういった経費に対して、全体のですね、3分の2、上限が300万円ですね。これを助成するというものになります。で、3つ目はですね、新製品、新技術、開発助成事業ということで、こちらはですね、その新しい製品、技術を開発する会社に対して、その開発費用のですね、2分の1を助成しまして、で最大額が1500万円という、まあ、大きな金額となっています。で、ものづくり補助金もそうなんですけども、まあ、こちらもですね、その技術が関係してきますので、で当然特許あるかないかによって差別化が図れるかどうかですとか、あと経営がうまくいくかという判断に、まあ、影響を及ぼしますので、まあ、絶対に特許あった方がいいということになります。で、その、まあ、補助金なんかだとですね、その評価のなんかポイントをつけるみたいなんですけども、特許を持っていると、まあ、そのポイントが加算されるということを聞いています。なので、ないよりは絶対にあった方がいいということになります。この助成金補助金なんですが、僕自身も今年力を入れてですね、取りに行こうと思っています。で、種類もたくさんありますので、なるべく多くの申請をして、可能な限りですね、多くの金額を引っ張りたいと思います。で、その時にですね、まあ、当然特許を持っていることをアピールして、で、採択率を高めるというふうに考えています。で、これはですね、全部自分でやると大変なので、当然社労士とか、あと補助金の支援をしている会社にですね、依頼をして、それで申請をしようと思っています。で、そのような脈はですね、すでにありますので、あとはそこに依頼するということになります。まあ、ちょっとまだ時期がですね、少し先になるので、その時期になったらですね、申請をして、で、まあ、結果が出たらですね、また皆さんにお伝えしたいと思います。で、続いて3つ目なんですけども、これはですね、投資家ですとかベンチャーキャピタルからの出資ということになります。で、これは主な対象は、まあ、スタートアップ事業ということなんですが、まあ、出資ということなので、投資家がですね、その会社の株を買って、で、お金を出してくれるということなので、これも融資とは違って返さなくていいお金ですね。なので、まあ、リスクが小さいということになります。で、この出資なんですけども、これを検討するにあたって、やはりですね、その特許といった知的財産権というのは結構関係してきます。で、僕自身ですね、その、遭難救助ドローンをこれから開発しようとしてまして、今、投資家数名の方からですね、ちょっと出してもらえそうな、出資してもらえそうな感じなんですけども、その時も当然、特許のことが言いまして、やはり特許を持っているというと、まあ、印象がガラッと変わると。いうふうに実感しました。で、あと知り合いの企業の社長の方もですね、投資家にプレゼンをしたときに、まあ、特許を持っているかというふうに聞かれたということで、やはりですね、特許の有無を重視する方多いのかなというふうにない印象です。で、あとですね、僕がお世話になっている会社がありまして、で、その会社っていうのは、事業家と、まあ、投資家を結びつける、まあ、仲介の会社なんですね。で、その会社の社長の方がですね、まあ、知的財産がすごい重要だというふうな認識を最近したようでして、で、それに伴って、知的財産の勉強を始めたと言ってました。講義を受けたりですね、あと本買ったりと。で、結構必死に勉強してるみたいですね。で、それぐらいですね、その事業に対して出資をする上で、特許といった知的財産権は重要ということになっています。で、出資の場合もですね、動く金額が大きくて、まあ、数百万円、数千万円、あるいは数億円とか、それぐらいの単位になってきますので、特許で60万円から80万円前後のお金をかけたとしても、それだけの、大金をですね、得ることができれば、十分に、ね、見返りを、もらえたということになります。で、4つ目なんですけども、クラウドファンディングになります。で、皆さんもこのクラウドファンディングは聞いたことあると思うんですけども、最近、主流となっているやり方ですね。で、クラウドファンディングの場合は、出資とは違って、多くの人数の方から、少額ずつ出資を受けるというような形になります。
で、この時もですね、当然その事業計画ですとか、あとはあのプロモーション動画とか、あとはなんか図面とか、そういったものをあの出資する人に見てもらうわけなんですけども、その時に当然特許などそういった知的財産権があるかないかで印象は変わってくると思います。当然ですね、その差別化を図れているかとか、あと経営をちゃんとやっているかというところを見られたりしますので、特許などをですね、アピールできれば当然あの出資する側からしたら、まあ、魅力的なので、投資してもらえる、まあ、可能性が増えるということになります。で、僕自身もですね、今年クラウドファンディングを使っていく予定ですので、まあ、そこでですね、積極的に特許のアピールをしていって、で、出資の確率を高めたり、あと金額を高めたりというようなことを、まあ、トライしようというふうに思っています。以上ですね、まあ、このようにあの資金を獲得する手段と、あと知的財産権の関係についてご説明しましたけども、知的財産権というのはですね、まあ、本来であれば趣旨と目的がですね、これとは違いまして、本来はその独自のアイディアを権利で保護して、で 他人から真似されないようにするというものなんですが、ただこれだとですね、なかなかその特許とかを取ったその成果が分かりづらいということになるんですね。まあ、数字とかそういったもので示せないということになります。ただ一方でこちらの場合はそのお金というですね、数字で表せるもので分かるので、非常にですね、成果が分かりやすいということになります。まあ、つまり、まあ、特許で100万円かかりましたと。特許を取るのに100万円かかりましたと。で、ただ資金調達で、まあ、1000万円、調達できましたと。いうことになればですね、まあ、プラス900万円ですので、十分に元が取れたというような、まあ、計算ができるわけですね。なので、皆さんもですね、その特許とか、その商標とか、衣装とか、そういった知的財産権を、まあ、資金を獲得するために使うという視点で捉えるとですね、またその知的財産権を取得するという意味が出てくるかなというふうに思います。僕自身ですね、まあ、これらのことをですね、トライしていきますので、そこも随時報告していきたいと思います。ですので、皆さんもですね、ぜひこの点に関しては、考えてみてはいかがかなというふうに思います。それでは本日の内容は以上となるんですけども、今後もですね、引き続き動画いろいろ配信していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。